はい、じゃあ時間になりましたので、前川幸さんの、ラオスのお話をしていただきます。じゃあまず自己紹介からお願いします。前川幸です。多分初めましての方がほとんどだと思うんですけど、はい、暑い中ありがとうございます。普段は、丹波篠山が実家なんですけど、そこに過ごしながら、年の半分から、半分以上、ラオスで過ごしています。すいません。こういう場は全然慣れてなくて、何から話したらいいかわからないんですけど、とりあえず私、ラオスに行くようになったきっかけなんですけど、20年ぐらい前に、旅行で、たまたまラオスに行ったんです。もともと中国がすごい好きで、中国に何回も行ってたんですけど、友達にタイ面白いでって言われて、タイに行って、そしたら帰りに中国寄ろうかなと思ったら、そこにあったのがラオスやったんです。もともと、日本で折をその時もすでにもう勉強してたんですけども、でそのたまたま通ったラオスが、その時山賊が出てる年やって、すごい怖い時やったんですね。そのタイから中国に抜ける時に一本しか道がないんですけど、そこに山賊が出てると、これはどうしようかと、で、行くしかないで行って、でなんかもうビビりながらバスで北上していったんですけど、本当1週間しかその時ラオスにはいなかったんです。バス乗り継ぎ1週間しかいなかったんですけども、そこら中で織物してるのが見えて、なんやこの国って思ったのが初めで、これはもう一回来てみなあかんなと思って、その時は山賊怖いからすぐ中国に行ったんですけど、でその後2年後やったかな、山賊落ち着いてからもう一回行って、織物バーっていろいろ見て回ってみたんですけども、すごい面白い国やなと思って、ここちょっと住んでみたいなって思って、でなんかその時はもう今社会主義、ラオス社会主義国なんですけども、ビザがないと滞在できなかったんですね。今観光ビザで長期滞在できるようになってるんですけど、当時は長期でいようとしたら働かないといけなくて、でその時になんかどっか働き口ないかなってこう探した時に、日本の NGO が立ち上げた、職業訓練センターがあって、それは染め通りの訓練センターだったんですけど、そこに空きができるっていう話で、じゃあ来ますって言って、で、日本に帰ってまた改めてラオスに行って住み始めたのが2004年です。で最初その職業訓練センターで1年半ほど働いたんですね。そこで、やってたのが、今日ラオスの新スカートを履いてこられてた方が、本日ああいうのがラオスの、伝統的なスカートで、ここに見えてるガスリとか浮織とかシルクで織ってるものがラオスは多いんですけど、こういうのを作ってるセンターで1年半いてて、この作り方とか分かったぞっていう気になって、はい、でもラオスの一番有名なラオスの織物といえばああいうシルクの布ですね。あれはスカートになってるんですけど、ラオスもあれをスカートにして履いていて、チューブ型の輪っかになってその中に入って巻いて履くっていうのがラオスの伝統的なスカートで、1枚布でできるスカート で、あそこで1年半いてて、じゃあもう日本に帰ろうかって思って、帰るまでにちょっとそのセンターがビエンチャンという都市首都にあったので、じゃあちょっと違うとこも寄ってから帰ろうかなと思って、その頃今もですけど、ちゃんとした地図もないし、どこで工芸どういうものを追ってるとかっていう情報は全くなくって、とにかく行ってみないとわからないですね。だからバイクに乗って
バーって走り始めたんです。そしたらその県ごとにもですし、地方ごとにも、さらに民族ごとにすごいいろんな織物をしていて、すごい回り始めた。すごい面白くって、こうぐる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 してたら、あの気が付いたこう年月経ってこんな16年も経ってしまって、今もそれに至っています。で今普通やとその半年ラオスに行って半年日本っていう生活なんですけど、なんで半年かっていうのは、ラオス雨季と乾季があるんですけども、雨季になったら農業が忙しくなるので、あの仕事を休む期間なんです。乾季になって時間ができた時に、男の人はカゴとか作ったり、家の補修したり、女の人は織物のことをしたりっていう、その乾季がものづくりの機会になるので、乾季に日本、あ、ラオスに行って、雨季に日本っていう生活をしています。ここ何年かは結構雨季も麻の栽培とか、綿の栽培とかしているので、ちょっと雨季にも行くようになって、でほとんど日本に 2,3 ヶ月ぐらいしかいなかったんですけど、今回このあとコロナに巻き込まれちゃって、急遽帰ってきて、今は日本に留まっているところです。はい、そんな感じの自己紹介です。すいません。一応今日ラオス の手仕事のお話って題名になってるんですけど、なんか手仕事って言うと、まあ、村でゆったりして作ってはるんやろなっていうようなイメージではあるんですけど、一応ラオスに職人とかってそういう、まあ、もちろん伝統工芸士とかそんなのは存在してなくて、みんながみんな誰でもやらはることなんです。で村の中でどうなんていうんですか、自分たちの暮らしの中で使うものをみんな自分たちで作ってます。作らないとないからですね。今まあ都会に行けば何でも売るようになったので、もちろん買うこともできるんですけど、ラオスはすごい貧富の差が、街はすごい、日本って言っても浅草山南端市ぐらいのレベルなんですから、発展してるって言ってもそんなに発展はしてないんですけど、まあ、そこに行ってれば何でも手に入るんです。そういうかといえば、電気も通っていない山奥の暮らしがあって、そこでは本当に自給自足の生活が行われていて、やっぱそっちの方がもちろん手仕事が残っています。で手仕事って言って もうそれが当然のことすぎて、こういうカゴとかも村で普通に使うためだけに作ってるものなんです。これが量産とかされるようになってくると、ちょっと手抜きが出てきてしまうんですけども、こういうふうに何て言うんですか、こう、まあ、暮らしにいるものをゆったりして作ってはるんやなっていう感じじゃなくて、今日はその手仕事の世界の怖さを、ちょっと怖くはないですけど、恐ろしい世界のことをちょっとお話ししようかなって思ってます。この暮らしの中で使うものなので、何が怖いって、それを使うってことは村の中でみんなに披露することになるんです。披露するっていうのはそこで評価されるんです。まあ、布もそうですけど、カゴであっても、ナタであっても、まあ、ちょっとした紐であっても、それは自分たちで全部作るんですけども、それを持って歩いてると、あいつ下手くそやなとかやっぱ人すごいうまいことするなっていうのをめちゃくちゃ評価されるんですね。っていうのも学校教育、まあ一応今小学校までは大体誰でも行けるようになってるんですけど、その人の日本みたいにどこどこなんか何勉強してきたとかそんなのが全然ないので、人の評価をするのが人間の能力そのままを見られるんです。だからこうなんていうんですか、あ、私がなんか村に行ってこうなんか作業してるやつを一緒に し始めて、なんか教えてもらってやることになりましたってなったら、みんなが見に来て、こいつはどれだけできるんやっていうのをめちゃくちゃ見られるまあ先週君のことやったら、糸のなんていうんですかね、こう女の人を測る道具として見られていて、そのやっぱ布を折れるのは、まあ、暮らしの中でこう暮らしを回していくには布を折れないと生きていけない、まあ、服もそうですし、寝る布団もそうですし、まあ、何でもかんでも布がないと
できないので生活が回らないっていうのもあるんですけど、布が折れてこそ嫁にもらえる価値がもらう価値があるっていうんです。だからその折りをする作業の中でも、まあ、糸計算ってあんまり、4と10の倍数でしか計算しないのでそんなに使わないんですけど、その感覚とか道具と折りをされてる方は分かりやすいと思うんですけど、折るときに長と走行っていう縦糸を走行縦糸をこう上下に動かす道具があるんですけど、それとかも自分たちで作るんですけど、そういうのを作れるかとか、あと模様を拾えるかとか、そういう細かいことができるかどうかで、その、まあ、頭が切れるかどうかっていうのをその技術を見て判断されるので、その女性にとって布が作れる、それによって家族の生活を回していけるっていうのがすごい重要なことになってきます。で、まあ、そのなんていうんですか、その女の人といえば織ができて当然ってなったら、男の人はなたで竹細工ができて当然で、その刃物を使って罠を作って山で狩猟をしてくるのが当然っていうような、そういうなんか男の人と女の人の仕事はすごいきっぱりと村の中では分かれてます。で、ご飯とか米とか支度はもちろん女の人、まあ、若い男の人と一緒とか女の人がいない時とか男の人もまあやるはやるんですけど、一応どういう仕事が誰がするかっていうのはすごい決まっていて、お米を村、焼き畑でお米を作ってるので、家から焼き畑してるところまで、あ、ちょっと話がいっぱい飛びますけど、焼き畑で米を作ってるのは山を、なたでバーって全部生えてるものを切り倒していって、それを乾かしてそれに火をつけて、そこに米とか綿とかを植えて育てるんですけど、その綿、あと焼き畑する場所はだいたい6から10箇所ぐらいみんな持っていて、それを1年ずつ変えていくんです。でそのサイクルでもう一回戻ってきたらまた若い新しい山になってて、それをまた切り開いてってやるんですけど、都市によってその山の場所は違って、近い山だと30分ぐらいで行けるんですけど、遠いと2時間とかかかるんですけど、そこでできた米を背負って村に帰ってくる役目が女の人の仕事なんです。そ怒らへんのってでも昔から決まってるから、でも男の人は怠け者やって言ってはいるんですけども、それは決まり事みたいになっていて、で、まあ、女の人の負担がすごい多いですね。ご飯のこともそうですし、子育てのこともそうですし、男の人といえば、まあ、なんか狩猟してくるか家でお酒を飲んでるかっていう、すごいなんか人間なしっていうか人間なし暮らしをしています。で、まあ、その中でやっぱり手仕事っていう、なんていうんですか、すごい重要、まあ、それしかないって言っても過言じゃないぐらい、すごい生活の中で重要なので、そこで、その、技術の、もちろんお年寄りから若い人にって、どんどん今も継承されていってはいるんですけど、やっぱり都会になればなるほど、買うっていうことになっていってしまうので、今はすごく変わってきています。私が今一緒に織物をしている村、今関わり始めて14年経つんですけど、その14年前はまだ電気もなかったんですね。でもその電気が来てからすごい暮らしぶりが変わってきて、で、なんて今何を話そうとしてたか忘れてしまったんですけど、はい、あ、じゃあ電気、あ、そうですね、電気が来るとお金が必要な暮らしになってくるんですね。まあ、電気代払うってことはお金が必要な、お金が必要だっていう意識を持たさせられる暮らしぶりになってきてしまうんですけど、それがやっぱりこう最初に出てくるのはやっぱ布の世界ですね。その過去とかっていうのはその村ごとに形が変わっていて、やりやすい何か収穫する時の専用の籠とか、ご飯入れとく籠とか、まあ、いろんな籠とかがあるんですけども、村とか民族によってこう使い勝手のいいタイプがこう発展していて、
それをやっぱ作り続けてることが多いんですけど、布っていうのはやっぱり布でしかなくて、まあ、柄は違うことは民族とかによって違うんですけど、やっぱ布がすぐに消えてしまうのが一番早いですね。そのやっぱり綿を育てて糸にして、それを草染めて織って、まあ、織って染めてもするんですけど、それがすごい時間がかかることなので、その今は市場でいろんな服売ってたりしますけど、昔はそのお母さんが全部作るしかなかったので、1年に1着しか服、新しい服がもらえなかったんです。そう、まあ、お正月にもらえるんですけども、そのお正月にもらえる1着、去年のもと、その前のもの、だいたい1人 2,3 着で回していて、その一番古いのを野良着として使ってて、新しいのをこう、まあ、着替えに使ってるんですけど、着ました、洗いました、干しました、もうその次着るので、タンスとかがないですね。物をしま、服をしまっている場所さえなくて、タンスさえないので、今家具ってあのラオス語でファニチャーって言うんですけど、そのままファニチャーってあの英語の家具っていうのはそのまま入ってきているぐらい、あのそれほどあの布が、服がなかったんです。だからすごい大切に着ていて、すごい重要なものだったんですけど、まあ今はもう着て、買ってすごいたくさん T シャツとかもすごく着るようになっているので、まあ、今どうなってるかっていうと、竹で編んだカゴの中にぐちゃぐちゃって入ってるっていうのがめちゃくちゃ多いです。で、私何を話そうとしてたのかまた迷ってるんですけど、仕事の怖いのは、そのめちゃくちゃ人に見られてる、めちゃくちゃ人に見られてるので一切こう気が抜けないんですね。そのカゴを作るにしても、そのめちゃ時々村とか回ってると、すごいもう輝くようなカゴに出会ったりとかするんです。これ悪い曲めっちゃ分けてほしいって言っても、大概あかんって言われます。これも家族のために作ったものやから、家族が使うようやから、これはあかんわってよう言われるんですけど、すごいその評価されるためにすっごい頑張って作ってるんです。私、あ、これ今からあの私が一緒にものを作ってるお母さんの、タイドン族っていう民族の五人のお母さんとものづくりをしているんですけども、じゃあそこ の布にまつわる文化をちょっとご紹介できたらなと思って、今のスライドを持ってきたんですけども、タイドン族の、あ、民族の名前ドンっていうのが白っていう意味なんですけども、白い人っていう意味の、民族で、その白色 の布をすごい暮らしの中で重要視してる民族なんです。これあのシャーマンの人が呪術師っていうんですか、この左の、T シャツ着てる人が、あの、なんていうんですか、精霊の、精霊信仰の村なんですけど、あ、すいません、ラオスはの話が全然してなかったですね。ラオス一応仏教国でラオ族っていう民族が一番多いので、ラオスっていう国になってるんですけど、実際少数民族がすごいたくさん住んでるんです。一応民族、人口が今700から750万人って言われてるんですけど、政府は今一応49民族いるって言ってるんですけど、それこの間言い始めたところで、その前までは68いる、その前までは120何歩いるって言ってて、すごい少数民族がたくさんいるので、わけわからへんから、だんだんこう大きい分類に分けていって、今49人になってるんですけど、実際すごくたくさんいるんですね。で、このタイドン族っていうのすごい少数民族で、ラオスには3つの村にしか住んでない、すごい少ないんです。で、その民族の特徴が、この白い布を、あの、なんていうんですか、お金の価値というか、そう、人間の価値というか、そう、価値あるお金のように扱う村なんですね。で、これ、シャーマンの、これはあの精霊信仰の、タイドン族は精霊信仰の人たちなんですけども、その体が病気になったりとか調子が悪いっていう時に、精霊に治してもらうんです。最初にその体の体調悪い原因は何かっていう調べる先生みたいなのがいてて、その体調悪い人の服と、お米を持って行って、
お米に、服にお米を入れて、まあ、プラ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 こう卵も入れるんですけど、それでこの原因は誰がやってるんですかっていうのを精霊に聞き取りしてくれるんですけども、その時に祖先の代々さんっていう人が、あの水魚食べたいって言ってるからこんなことしてるんやとか、あの木にいる精霊がアヒル食べたいって言ってるんやとか、なんかそういう原因を調べてくれる人がいて、その原因の起こしてる精霊とか死んだ人の霊に会いに行くのが、あの左の T シャツのお父さんなんですね。お父さんはモっていう精霊を扱える人で、その自分の精霊を使ってその精霊界に会いに行って、なんとかしてくださいよって水牛死にましたから直してくださいっていう役目の人です。でその時にその直してくださいとお願いする精霊に持っていくためのお金としてのその白い布をあそこに積み重ねて置いているんです、ね、でこういうなんていうんですか、でこれもそのお願いする時の 祭壇っていうのかですけど、こうあのガラガラの後ろにあるのが白い布ですね。そのガラガラのところに模様を折ってあるんですけど、馬とか象の、模様が折ってあって、それに精霊が乗ってあの悪いことしてる霊に会いに行くんですけども、こういう儀式とかでもすごいこう木綿の布は使われます。これもそうですね、左上に布が置いてあって、真ん中のあの黒い藍染めの布はスカートですね。ここの民族はもともと白い布を藍染めにしたものを、藍染め一色の木綿のスカートを履いてます。で面白いのがこう右下に卵4つと思わせといて、卵1個だけで、あとはあの糸、白糸、木綿の白糸を巻いた偽卵がお供えしてあります。あで卵をこの茶色いのは、売ってる卵です、ブロイラーの、なんですか、普通に買うやつです。その白い卵は自分たちが育ててる平飼いの普通 あの鶏の卵です。これはあのシャーマンがシャーマンになる儀式です。これ新しいシャーマンです。まあ、こういう時にも必ずあのみんなが寄り寄ってその布を持って踊三日三晩踊りまくるっていうお祭りをしてシャーマンになっていきます。これもあのなんていうんですか、これは結婚式です。この、奥さん、これ旦那さんです。でこれ、質素ですけども結婚式の儀式をしています。でこういう結婚式とか、ここにあの黒い糸が見えると思うんですけど、これ綿の糸を藍染めして黒にした糸です。でこれをこういう結婚式とか、まあ、誰かどあのあ怪我した時とか病気した時とか、そういう時にこうみんなで、まあ、なんていうか、その中心の人に対して紐を結んであげるんですけども、その紐、また今私もこの腕にしてるんですけど、この普通の木綿の糸なんですけども、これはあの体の中に精霊が住んでいて、その精霊が抜け落ちると病気になったり悪いことが起きるので、それが抜けていかないようにくくりつけとく紐なんですけども、まあ、儀式のたんびにこういうふうにあの綿の糸を使ってみんなであのくくり合います。これは結婚する時ですね。結婚するときに持っていくのが、ここに脇にちょっと見えにくい脇にかけてるのが長と草稿って言って、あの織物するときに一番重要な道具を持って読み入りしていきます。まあ、これは椅子、これはお米入れるケースです。あのもち米を食べるんですけど、蒸したお米を入れていきます。その他にあの布団11枚掛け布団も5枚とか、あの奇数の数を持っていってお嫁入りします。その布団とかも全部自分たちで作る綿で作ってます。
で、このまた嫁入りの時に重要なのもこのカゴですね。このカゴを一つか二つ持ってこう嫁入りしていくんですけど、この中にその白い、さっき言った木綿の白い布をたくさん入れて持っていきます。で、さっき の車に乗って嫁入りしてたのはちょっと都会の方に嫁入りしているんですけど、これは村の中で嫁入りする時ですね。この時は村の中でする時は夜にひっそりと嫁入りしていきます。その嫁入りする、結婚すごい儀式がたくさんあって、じゃあ結婚しましょうっていう紹介会、紹介する会合みたいなのがあって、その後最初旦那さんが婿入りをして、何年か向こう入りをしといて、この男使えるなってなったら、あ、じゃあ結婚していいですよってなって、嫁入りしていくんですけど、その男の人が向こう入りするときに、その一緒に生活、短いと3ヶ月、長いと10年とか一緒に生活するんですけども、その間にその男の人と娘を結婚させていいかっていうのをすごいチェックするんですね。その時に、こいつあかんなってなったら、向こう入りしてる時にナタを1本持ってきてるんですけども、そのナタをスッとその男の人の実家に返しておくとで、ある日起きたらナタがなかったら、俺はダメだったんだって帰らないといけないっていうことになってます。で、まあ、それで OK 出たら、はい、嫁入りしていきます。なので3ヶ月から10年って言いましたけど、3ヶ月の人はやっぱお金を持っている人で、その向こう入りさせてる深川の方の家の人も、農作業できる男の人は家にいてほしいので、早く帰ってきてほしいんですね。それをお金で解決するっていうのが今は多いですね。昔はそのお金、解決するお金がないから10年間その労働力を嫁の方に支払って、でその後嫁をもらうっていうのをしてました。だから10年も一緒に住んでたら、いい赤もそんな問題関係なくなってて、もちろん子供もたくさんできて一緒に生活はしています。でこれ子供を家で、あ、さっき嫁入りしてた時、あ、こっち皆さん大丈夫ですかね、これ胎盤なんですけど、この嫁入りしてきた時の椅子をまあ日常に使うんですけど、この子供を産む時もその椅子に座って子供を産みます。で、あ、そうそう、この出てきた胎盤を山に埋めに行くんですけども、その女の人の象徴が走行灯さって檻に使う道具で、男の人が象徴がナタなんですけども、でこの胎盤を埋めに行った帰りしに、女の子が生まれているところは小くだにする糸をちっちゃく巻き取る竹の棒があるんですけど、その竹の棒を取ってくる。で男の子だったらそのナタにする用の竹を持って帰ってきて、立派な女になってくれるように、立派な女の人になるようにってこう祈ってやります。でこれさっき生まれてきた子供なんですけど、一番最初に包まれるのがこのその家で使われてたシーツですね。これも木綿で藍染めでやってるんですけども、使い古してるからすごい柔らかい木綿の布になってるんです。で生まれてすぐにその家族が作った布に包まれて育っていきます。でこれ産んだ後、ここで産んだんですけど、その後に何ですか、体をここで火をずっと起こし続けて体を温めて、体を休めるんですけど、でここで薬草を煮て、出産後に必要な栄養素が入っているであろうという薬草ですよね。それを煮出してそれを飲みながらここで過ごします。数日、3日ぐらいですね。この村は長いと1週間とか1ヶ月するところもあるんですけど、ここは3日間だけ。でまあ、暑いので、暑い時期に子供を産んでる時とかはこの暑いプラス暑い脱水で亡くなる方とかもおられるので、それこそ外国の人が来てこういうことはやめなさいっていうのは結構日本ラオスで言われています。だから都会の人はやっぱ
病院出るんでそのまま普通に日本みたいに帰ってきて終わりっていうのも増えてきてはいます。で産んだところにその産む精霊、子供を産む精霊みたいな手助けしてくれる精霊が住んでるので、これは ありがとうございましたっていう儀式をしています。これその儀式の時に一緒にするのがおっぱいがいっぱい出ますようにっていうおまじないです。でこれは亡くなったところですね。ちょっと生から死に急に変わりますけど、これは亡くなった時で、亡くなった時もこの村はその布をこうたくさん亡くなった方に巻いてあげるんです。その一番最初にこのご遺体に一番最初に当たる布がこの亡くなった方の産みのお母さんが織った布を必ず今もう時代が変わってはしょってる、最近の若い人ははしょってますけど、一番最初に生まれた時に死んだ時に使う用の布をその親が自分で織ったやつを準備して、ちゃんと名前なんですか、これをそう使いなさいみたいな感じでちゃんと持たせて、女の人やったらそれを持って嫁に行っています。でその一番近くに自分の母親が織った布で、あとは自分の今の家族にが織った布、まあ女の人だったら自分で織った布に巻かれて埋葬されます。でこれがお葬式なんですけど、お葬式がこのすごい白い木綿の布がすごい重要な扱いわれ方するんですけど、この親戚とかお葬式に集まってくれた人、まあ、関係性によってもちょっと配り方はあるんですけど、その亡くなった人が女性だったらその人が折った布をこうやって2広分ずつ切ってみんなに配るんですね。このみんな頭にしているのはその亡くなった方が折られた布です。でこのお葬式が終わったらみんなそれを持って帰って、まあ、それを見るたびに故人を偲ぶ、それがまあボロボロになるまで使い続けるんですけども、その写真とか、まあ、今は写真ありますけど、写真とかない時代にその物の中に人を見る感じるっていう道具というかそういうものですね、白い布っていうのを。でそのみんなにこう分けて何百人と来はるんですけど、それにみんな分けて、かつ残った分をここに積み重ねて置いとくんです。ここに棺桶があるんですけども、その足元のところにこう積み重ねて置いとくんです。でこれがすごい重要で、このここにどれだけあんだけ切って一般の人に布を配ったのに、ここにまだこんなにも塔になって布がある、なんて勤勉な、すごい、なんていい人間だったんだっていう評価がここでされるんです。これがまあ少なかったりとかしたら、やっぱりあいつあかんやつやったなって、怠け者やったでってすごい言われてしまうので、これに最後の死んでまで文句言われたくないと言われへんがために、同じ人めちゃくちゃ頑張って、小さい時、まあ、5、6歳から手足動かせるようになったら糸を紡ぎ始め、織り機に足が届くようになったら織り始め、その頃から自分が死ぬ時の準備をずっと始めて、ここが最後の見せ場ですね。ここにいかにあるかっていうのを目指してみんな頑張って織っています。でこれ出棺する時なんですけど、この飾りの下に棺桶があって、こうみんな担いで墓を、村からちょっと離れたところに手つかずに置いてる林みたいなのがあって、そこに埋葬することが多いんですけど、でこの担ぎ手に担ぎ陣としてこういう白い布を渡したり、必ず渡すんですけど、渡すようにしています。というのは今はまあお金で解決すること多いですけど、その当時綿の布を手に入れるっていうのはすごく大変な、それ年に1着しか服が作れへん時だとすごい価値があるものなので、それを人にあげるっていうのはまあお金と同じような扱いをしています。で普段そのお葬式でもらった布をこうやって帽子代わりに、
さっきあのお葬式の最中も頭巻いてたと思うんですけども、それもあの帽子代わりにこうやってあの巻いて山とか川に、あ、これはあの川で魚取る道具ですけど、これを日常にかぶって生活しているっていう村です。でこっちの黒いのは、藍染めで黒く染めてここに刺繍しているものです。これはおしゃれ着用のおしゃれ着頭頭巾です。こっちはあの亡くなった人関係の頭巾です。こういうあの、うん、村に滞在しているんですけど、この私がこの今なんていうんですか、ボニーのお母さんとものづくり、今の村でものづくりしてるんですけども、それなんで始めたかっていうと、最初その電気が通ってお金が必要な暮らしが始まった時に、サチは外国人やから布を売ってくれへんかって最初言われて、でもそれは私は最初そのめっちゃこんなにすごい布の文化持ってる村やのに、そのそれをお金に買い始めたらすごい狂っていくんちゃうかと思ってめっちゃ嫌で、あのそうなん、要請要請要請ってずっと断ってたんですけど、ある日あの紡績紙を買ってきた人がいるんですね。その紡績紙をで、そのさっきの白い布、それまではずっと縦も横も鉄麦の糸を使ってたのに、紡績紙が入ってきたイコールお金が回り始めた、これはもう変わっていかざる、もうそのまま、まあ、日本もねそうですけども、そういうふうに変わっていってしまうんやなと思って、それやったら他の、まあ、そういうまでもいろんなあの発展している村とかすごい山の村とかもいろんな村行って見てきた中で、この布文化が死んでしまっているところがすごく多いので、なんかそのすごい追ってる村でもやっぱ商業的にガンガンもう言われたものだけ追い続けて、一番に言われたものを追い続けている工場みたいになっている村か、どっちかに分かれてるんですよね。その売るために死ぬほど追っている、何の意思も入っていない布か、もしくは全く折らないって分かれてしまう、そういうのをどっちも見てきているので、なんかどっちも嫌やなと思って、でもその変わっていくんや、変わって消えていってしまうより、その今までやってきたことをずっと変わらないやり方でその技術残していけへんかなと思って、その紡績紙が出てきたことをきっかけに、じゃあちょっとやってみようかって、その技術を守っていくのを目的としてやっていこうかって言って始めたのが始まりなんです。でさ、あの簡単に言ったら、あの綿の木綿の布を作るって最初に何すると思いますか？綿を育てる、綿を育てるのが最初なんですけど、ここの村はなた打ちが一番最初なんですね。まあ、言うたらなた打ちするときに使う消し炭を作るところからなんですけど、そのなた打ちをして、そのなたを持って山に行って、山に生えてる木とか竹を全部切り倒して、それを燃やして、そこに綿の種をまいて、そこからあの収穫まで毎回何回も草刈りに行って、で取ってきて干して糸を紡いで染めてってやっていくんですけども、その染めとかに使う道具も、あ、もう織りとかももちろんそうなんですけど、染めに灰汁とか石灰とか使うんですけども、それとかも全部自分たちでやってるんですね。石灰も山に石取りに行って、石灰にする用の石を取ってきて3日3晩焼いて、それに、まあ、水をかけてボコボコってして石灰が作れるんですけども、そういうのとかも全て、まあ、お酒もそうですね。お酒も藍染めともするんですけど、藍染めに入れるお酒ももちろんお米も自分で作って、麹菌も自分たちで培養してずっと残してるのがあるので、それを使ってやっていきます。で本当あの道具とか全てが、なんか日本みたいに旗屋さんとかっていうのは存在しないので、その織る道具とかも全部自分たちで作るんですね。これ大久田巻く道具をこのお父さん作ってるんですけども、
藍染めです。そう、日本のタレですけど、向こうは琉球藍とインド藍を混ぜて使ってます。深村とかその時期によったり、家が育てどれだけ育ててるかっていうのはが亀によって比率が違うんですよ。今入ってるのはインド藍だけに見えますけど、別に琉球藍とかも混ぜて使います。これ取ってきてインディゴを出してるところです。これ種ですね。これ普通に物入れる籠を作った方が、これ染めしてるところです。一応鍋、今アルミの大きい鍋を使ってますけど、昔は土、フライパンとか何もそんなもなかったので、昔土で素焼きのものを鍋にもして、水入れとく亀とかにも何でも、さっきの藍の亀もそう同じです。これとかはその土の加工だけはやっぱりそれを特殊にやっている人たちがいて、そこで物々交換で前は手に入れてました。これちょっと回ってますけど、これ藍畑です。これ泥染めしてるところです。本当に泥に染めた糸をつけてるんですけど、こういうすっごい臭いんですけど、こういう泥取れると出てるところが村の近くに3か所あって、そこでドブッとつけて染めてます。これ作った石灰です。これ織り機作ってるところです。これは倉庫を作ってるところです。でガスはもちろんないので、火つけるときは木で薪しかないので、薪か、これはトウモロコシの芯ですね。これを燃やして火の調整に使います。これは焼きバナナです。染めてる間に焼いてただけ。これ組紐を作ってるところです。織り切りで紐をいっぱい織るときに使うんですけども、そういうときその紐とかもこうやって組んで作っていきます。これは一緒にやってる5人のお母さんです。これどうやってこの 1,2,3,4 人が本当の兄弟で、長女、次女、三女、四女です。でこの人はこのお母さんの嫁のお母さんです。でこれはおさ作ってるところですね。おさも今ラオス大量生産をシルクとか結構織を大量生産してるところがあるので、そのおさ屋さんっていうのがもう存在していて、そこから買うのが普通になってるんですけど、やっぱ村の生活はもうおさも竹とかほうきにする草があるんですけど、そのほうきを作るような草の茎がちょっとしなりのある強い草なんですけど、それを削ってこの葉に使っていきます。でこれその葉を作ってるところです。で木綿の糸で縛り付けながら作っていきます。でこのお母さんに私もおさ新しく作るときお願いするんですけど、センチの感覚が全然ないので、なんかこれからこっからの間に何本10本単位ぐらいで印つけておいて、これやってなっていうのを、はい、センチで言うともうこんなになってしまうの でこれは染めに使う酸っぱい葉っぱを拾い集めてるところです。これは織の方、あとアラオサですね。これアラオサ作るのに
竹に穴開けるんですけど、穴開けるときにこの鉄の棒を熱してその熱を使ってずっと穴を開けていきます。あ、この中の写真が全然乱雑に並んでるんで分かりにくいですけど、これあのゴム飛ばす鉄砲です。あ、子供の遊び道具です。普通にここにかけて、こことここにかけて握ってピュッて飛んでいくだけです。これあの綿育ってるところです。この、 あの今雑草を刈りに来てるんですけど、ちょっと見にくいですけど、あの綿が生えてます。これも、あ、さっきの、織り機作ってるところです。そのちゃんとした道具とかもないので、こういうナイフとここに、あ、これあのさっきのこういうな、どのぐらい削るかっていうのを測った竹の棒、竹のひごです。ここの折り目でこんぐらいやなっていうのを測ってペペッとやって、いらんからこのまま掘ったら掘ってやります。はい、でそれに合わせて、あ、トンカチとこの のみでしたっけ、こののみもあの、あ、こうやってちゃんと切り出してるんですけど、そののみ、あ、ちょっと写真ないな、こののみもその鉄のぶっとい棒を、何ですか、加工して先を尖らしてのみを作ってます。この複雑なやつをさっきのこの竹のひごみたいなんで切り出して作っています。これもまたまた、あ、これですね、はい、さっきのとか、なんかトラックとかについてそうな竹の、あーと鉄の棒を加工しています。で、ここ普通に糸でこっちとこっちの長さが合ってるかっていうのを測って、これ私の織り機なんですけど、織り機を作ってくれました。なんか日本の織り機めちゃくちゃこだわって、ややこし、なんていうんですか、きちきちして作ってるんですけど、ラオスのはもうほんと箱になってここに座って長と装甲をかければかかればとにかく折れるっていう、すごい単純で使い勝手のいい織り機です。これもあの綿育ててるところです。で、なんかこんななんかダラダラ喋っててもなんなので、なんかこう会話的にしたいなって思うんですけど、なんかこれまでちょっと気になったのとかなんかあったら何でも聞いていただければ。はい、琉球愛はずっとあの何年もいるんですけど、育ててます、はい、でインドアイはあの1年草なんで毎回やるんですけど、インドアイにもすごい5種類、村に6種類くらいもあるので、その中の一つは木になって 4,5 年ぐらいずっと葉っぱ取り続けあの出る種類もあります。すでに、はい、あるので、はい、まあ、あの、そうですね、あと嫁が来た、じゃあ作ろうかとか、そんなもんです、ね、で、邪魔やな、ちょっとほどこかって、またばらして、寄せといて、使うときにまた出してきて、組んだり、だからそのポイと置いてあったら、よく洗濯物かけにこう変わっていってます、はい。それぞれですね、はい、自分たち、まあ、あの親戚とか友達とか、なんですか、あ、農作業の農作業グループみたいなのがあって、まあ、大体年の近い人たちがグループ化するんですけども、その中でやったりもします、はい、そういうグループで農作業
子どもの時とかもそういうグループがすでにあるので、その農作業自体も村の中で手助けしてやっていく、日本のユイみたいにこうみんなで片っ端から回ってみんなでやっていくんですけども、その時にお助け隊みたいな子どもの軍隊が団体がいてて、その人その子たちもこう助けに、ちっちゃいグループで助けに行って、そのお礼になんかお魚とかもらって自分たちで宴会をするっていう、ちっちゃい頃からできてるグループがあるんです。でその大きくなっていく先も、その焼き畑する下準備とか田植えとかみんなでそのユイでやっていくんですけども、その合間の草引きとかそういう簡単な作業っていうのは、その家族単位とかそのグループ単位になってくるので、そこでこうみんなで、はい、助け合ってやっていくグループがあります。なのでそのバターを一緒に収穫するグループ、まあ、畑は違うけど同じところで近いところはまあ一緒に行こうか、まあ、日本も同じようなもんですよね。畑に行くときに誰かとつらっていくっていう、そういうグループがあるんですけど、藍の栽培もそのグループで育てたりとかしたりはあります。それぞれの家です。はい、藍育てるのもそれぞれやし、それを染めるのもそれぞれです。でその面倒くさがりみたいな怠け者の人がいるので、怠け者の人は取ってきた藍をこれちょっと染めてって言って、その染め、やっぱ村の中でもその同じことをしててもやっぱできる人ってすごいやっぱいるんですね。たけてる人っていうのは、その人にちょっとやっていって、藍を渡して後で染めてもらうっていうのをやったりします。普通家族とかもそうなんですけども、やっぱりどの技術にしてもみんなが一応はできるけど、みんながみんなうまくできるわけじゃなくって、村の中で突出してうまいことする人がいるんですね。やっぱそういう人に大物を頼んだり、なんか儀式で使うようなものをやってもらったり、まあお年寄りがやっぱり多いんですけど、そういう人がやっぱりこう物を作れるかイコール頭の切れる人なんですけども、そういう人がこの村の長老会みたいな、それもグループ化して、自然にグループ化していくんですけど、年取っていくとその長老会に入れている人と、それ以外の人はただの年寄りって呼ばれるんですけどそういうような違いも出てくるので怖いですね。今私の村ですか。私の村は今どっちもやってます。その私のために作る分は余計に綿を育てておいて、でお母さんがやってくれていて、村家のための白い布は嫁さんの方がそれ以外に育てている綿を使って作り続けてはいます。今のところはそうですね、まだ5、6歳の子もまだ糸紡ぎ のお母さんに教えてもらってやってる時代はまだこの村にはあります。他の村はほとんどないんですね。ラオスの織物シルクが有名なんですけど、シルクみんな農民やのにシルクを着て農作業行くかって行くわけなくって、もともとは綿の世界なんです、ね、なんかラオスフランスの時にこういっぱい古い布とか集められて世界とか回って、ラオスの織物はシルクの浮世絵の素敵な布だってなってるんですけど、やっぱり生活に密着してたのは、まあ、日本もそうですけど木綿の藍染めした黒い布を着て作業するっていうのが基本なので、なんかその綿の方がすごい歴史があるんですけど、その作ってる人は今めちゃくちゃ減ってます。やっぱりその、着飾る用のものであったり、あと棺桶にかける用の布とか、
縦と横の糸を縦シルク、横木綿とかで織ってたりするんですけど、そういうのとか、あの浮き織りの模様の糸だけシルクとかですね、地は木綿で上がシルクとかっていうのはシルクを使ってました。でもそのなんて高級結婚式、あ、まあ、民族によってすごい違うんですけど、まあ、ラオ族にしたら結婚式とかそういう時に着飾るのはやっぱりシルクの布のものを作ってやってます。あと嫁入りする時に持っていく間仕切りとかあるんですけども、それもシルクで作ってます。そうですね、はい、ラオスシルクなんですけど今日は木綿の話です。黄金の繭なんですか、あれ屋さんのようで加算ですね、もう家で買われているので、でも屋さんの時に近い品種なんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとアジアの蚕の種類とかあんまりその遺伝子的なところまでわからないんですけど、あの黄色はでも家で買ってます。で屋さんもいるんですけど、それはラオスは使ってないんです。その家で育てるものだけやってます。しかないですけど、あ、これ寄りかけてるところですね。この眉から上げただけでこの黄金の、はい、これが東南アジアで有名なシルクですね、はい、まあ、これもいっぱいで、この白と黄色結構混ぜて育てるところが多くて、その糸を吐く直前に黄色い眉を吐くやつはこう黄色くなってくるんです。こういうここで見分けて、あのベベッと分けて、あの眉を作らせます。これは白です、はい、一緒に混ぜこぜで育ててます。あ、これまた違います、はい、はい、綿育てて、あ、草木染めもいろいろラックもやってますし、他にもいろんな色をします。私でもかなり使ってるのね、プラスチックの尺だったでしょ、ヒシャク、あ、え、何の尺に使ってる、ヒシャク、プラスチックだったんだけど、私よりは進化したシャンクがヘルメットの時とかもあるヘルメットで使われてなって、その中 の, あの白い箱みたいなの取って、それをシャクに使ったりします。でも精錬するとほとんど抜けてしまいますけど、これもとバラのぐちゃぐちゃってしたやつで、なんていうんですか、あの、はい、さっきの竹のやつじゃなくてこのバラでやったりとかもあれは食べるようです、はい、あのバナナすごいいっぱい種類があって、生で食べるのもあれば焼いて食べる、あ、まあ、揚げて食べたりとかも、はい、種類によっていろいろやります。今日動画もちょっと持ってきてるので、なんか気になるやつ使いますか、ビニール、ビニール、あ、これビニールで織物を織ってるやつです、
やつだけですね。買うことはないです。あと焙煎もしないです。あ、泥止めするか悪につけるかぐらいで、もともと焙煎とか ないので、はい、やってないです。私がやる、お母さんとやるようになっても焙煎とか今までやってたことしかしないようにしてるので今、はい、多分なんか日本ももともと焙煎剤とか外国から入ってきてからやるようになったらしいので、日本もともとなかったんじゃないかなと思います。ビニールを折ってます折ってある肥料袋みたいな、日本もあると思うんですけど、あ、土の袋、はい、あれを、ああいうの細いのは全部ほどいていって結んで寄りかけて糸にして、ああやって腰綿で折ったやつのカバン、これあの究極 あのエコの再利用です。これまだ硬いですけど使ってるとあの木綿みたいに柔らかくなります。いえ、これあの村で使うあの山行く時のカバンです。あの色ついてたビニール袋です。それの柄色を使ってしま模様とか作ります。いや、元これは、ビニールでやってるんですけど、ビニールじゃない前はこうクズでやってた人たちです。これも腰綿で折ってあるんですけど、これまたあの見てもらったクズ、ちょっと今日ちょっとしか持ってきてないですけど、このクズの原子、これを折って糸にして腰綿で折ってたんです。あとあれもそうです。木の皮も、これも同じカバン用の。これも同じあのカバンを作る用の布として作ってる、木の皮を剥いで糸にして、シナって言われるんですけど、木見てなんかシナなんかなって私は、はい、あ、今日は使う、はい、決まってます。1種類しか、あ、これともう1個ですね、このもうちょっと白っぽい種類の木の2種類あります。これもっと柔らかいやつですね。はい、あるこれの方が楽に作れるって言って大変な世界やったっていう感じですね。まあ楽やってるぐらいの、はい、なんか日本、なんか日本はなんていうんですか、日本があの普通に蛇口使って水道を使うようになってるのと普通あ変わらないです。昔あの、ね、ガジガジ水道やってたけど水使うようになったは以上です。あんまり感覚としては変わらない。新しいもの、新しいもの。
生活を全部自分たちで作らないといけないですけど、そのお金を手にし始めるとそれを省けるようになるので、まあ、だからみんなお金手にするように何変わってきたって言ったら怠け者になったって言っていて、それも究極にみんな分業化していってしまうことに。あの協力隊の人とかも来てますし、でもそれは一過性のものだけであって、協力隊が入ってきた村とか結構折り関係というかで3カ所4カ所ぐらいあるんですけど、その時はもちろん JICA の人が買ってくれるし、日本にもハーノがあるからいいんですけど、2年が終わった先誰も何もしない、じゃあ自分たちでこの先開拓してくださいねって言って終わっていく、誰も日本語も英語もできひん、それで終わって、逆にあの織文化を廃らせて終わらせている村とか結構あります。それだけあイコールそのお金がないとできひんねやっていう印象付けにもなるんです。そのお金があった時にはその糸も買ってきて、じゃあ織ってください、こういうの織ってくださいって言ってやるんですけども、本当見えてる部分はいい部分だけで、その先は何もないことが多いです。はい、私が何回かそういうのを見たのは協力隊の人が2年入っていたというところが多いですね。まあ、やり方やと思います。その一生、まあ、なんですか、ボランティアっていう形じゃなくて仕事、こう私最初にあの1年半働いてたところはもともと NGO だったところなので、 NGO 気質がすごい残っていて、その自分たちでやっていこうじゃなくて資金をどうやって他から取っていくかっていうので、なんかアクセスしてる感じだったんですけど、それやったら一つ工場でも会社でも作って、そこで継続的にラオスの人を雇い続けるっていう方が、まあ、それあのお金の社会に回り込んでいくことになってしまうんですけど、結局のところは。でもその支援するっていうのはそのより発展させていく、イコールお金を使う生活に巻き込んでいくっていうことやと私は思っていて、その速度が速いか遅いかだけで日本も同じようにその世界に入ってきてると思うんですけど、そうやったらそのボランティアとかそういうのじゃなくて継続的に会社とかの方がすごいそのラオスのためにはなるんじゃないかなと思います。その支援で支援でってやってても、それがいつまで続くかなって誰にもわからないので、やる気のある人がやっていってほしいなって思います。私あのやりたいってすごい言われるんですね。そのみんな他に自分たちもちろんコインのお母さん以外もみんなもちろん布を作る技術があるの で、 でも私あの大量生産悪やとあの全ての歪みを起こしていくものやと思っているところがあって、たくさん作るってなったらやっぱ今まで作ってた石灰、じゃあ顔かとか染料染める材料、あじゃあ誰かに頼んで取ってきてもらって、あじゃあ違う県から買おうかっていう、そうなっていってしまうのを私は見たくないと思っていて、それを自発的にあの他の人たちがするのに対してはなんと何にも言う権利はないので言わない、言えないですけど、で私あの、まあ、私一人が5人のお母さんを見るのが限界だっていうのはまあ正直忘れて、あのやっぱ白布しか作ってこなかったお母さんなので、こういう色の組み合わせとか縞模様とかあの島立てとか整形は全部私がやってお母さんがおるっていうのをやってるので、なんか私ができるのは5人だけなので、はい、それ以上増やせれないなという状態です。でもともとその村に3つだけ島があったんです。シーツ用の島、カバン用の島シーツ、カバン、もう一個あったりですね、何でしたっけ忘れました
言われて今ちょっと悪いですけど、あとその決まった島しか作ってきてないので、それ以外のものってわからないですね、その糸の準備が、はい、そう、はい、特殊な村ではありますけど、はい、タイドン族のドン、タイ系の言葉を喋るんですけど、出てきたのはベトナムから来てる民族です。でラオス語とタイ語似てるのと一緒で、ラオス語とタイドン族語もすごい似てるんですけど、もう単語とか全然違ったりとかして、でなんか思想も全然、あ、その精霊信仰の考えとか、あ、精霊信仰もたくさんあるんですけど、その精霊民族の中でもやっぱり同じ精霊信仰でももちろん違う、日本も違うのと一緒で違ってくるので、まあいろいろ言います。その中のタイドン族すごい少ないです。でそのタイドン、この村の周りにはタイルー族って結構有名な大きい民族なんです。タイルー族とカム族っていう民族が多い群に、そこにポツンって来たタイドン族だったので、私たちと前の人間は違うっていう意識をすごい長い間持って生活してきてたんです。で他の民族との結婚もほとんどなくて、今はすごい増えてるんですけど、私がいた当初で本当にもう14年ぐらい前でした。それで数えれるほどしか他の民族は入ってなかったです。珍しいと思います。そうですね、どこの村もバーって適当に入って、なんかバイクでバーって行って、なんかやってる人みたいな、何してんのって言って止まってみて、そこから仲良くなっていく感じなんですけど、はい、どこ民族によってちょっと警戒心がすごい人たちとかもたまにはいるんですけど、でも結局仲良くなったらすごく受け入れて行ってくれます。でこの村、私今やってる村との出会いは、一番さっきの長女で、5人のお母さんの一番上の長女の息子さんが亡くなったお葬式にたまたま私がバイクで通ったっていうのが最初のその村との出会いで、その時にみんな白い布を巻いた人らが20人ぐらいで水牛締めてたんですね。それお葬式の時に水牛を締めないとあかん村なので、そういう儀式をしてたんですけど、それ何やってんのって言って、そこから仲良くなった村です。これも臨場成形って言って、この輪っか、連続した輪っかで持っていってます。これも鉄麦の糸なんです。たまにこの上に乗っかったりしますあーっててるスカートの黒い部分になってます。この時のり付けが甘くってめっちゃ切れた、めっちゃイライラしてます。ここはのり付け、
くはあのお米を使ってのり付けするところが多いんですけど、ここはあのお米が貴重な、すごい山奥なところなんですけど、なのであの草の実、粘りのある草の実を使ってのり付けをしてます。でまあこれ織り終わるまでこの縦糸切れる地獄は終わらないので、はい、ずっとこのままです。縦の糸のちょっと、動かしたりとかするのに使ってるのが山嵐の針っていうんですか、ね、黒と白でできたのを使ってます。でここは頭に多分ぶっ刺されると思うんですけど、刺させないですね。今回は髪の毛に置いてると思います。これあの鉄砲に入れる鉛玉作ってます。ちっちゃい鳥とかも売って取ったりするんですけど、その銃も自分たちで手作りしていて、そこに入れる鉛玉もこうやって手作りしてます。これさっきここの鉄のハサミのところに布を巻いて、それを濡らしてそこに鉛を入れた、それが液、あの普通の液なので、そのハサミの間から落ちた玉を下の水で固めて鉛を作っています。これ鉛の方です。これどっか持ってきたんって聞いたら、なんか中国が乗り捨てていった車から取り出して、それを火入れて液状にして竹に入れて形取って置いてたやつ。米蒸すカゴを編んでるやつですね。ここに挟んでるのはタバコですけど、タバコも自分たちで育ててて、その周りに巻くのはトウモロコシの葉っぱです。研いでるとこです。なんかいいですか、あと。小さい紙いっぱい作って、それに順番に入れていきます。はい、作りだめて持ってます。はい。
その最初は本当もちろんいっぱい室の中に染めてる人がいるので染めてるところからもらってそのままやることもありますし、それよりももっと綺麗な藍を薄い藍を染めたいとかってなると一から作ります。あとお酒とか全部入れといてそれをほったらかしに2ヶ月ぐらいしてたら自然発酵してくるんです。それで一番最初の藍を作ったりもします。植物は藍だけですね。村にもよります。パイナップルの葉っぱ入れる人とかもいますし、あと何でとか、木の酸っぱい木の葉っぱとか、まあそれは手が変えてるんだと思うんですけど。でもすっごいいろんなところのいろんなやり方があるので、そういうのをやってるかもしれないですね。あとおまじないは確実にやります。いい色に染まりますようにパパ生のままです。生のまま水につけて3日ぐらいですかね。ひっくり返しながら水つけといて、それを取り出して、あとそこに石灰を入れて攪拌させて沈殿させて上澄みを捨ててってやる。だけの時もあります。で、インドアイは雨季にしか取れないんですけど、琉球アイは年間通して、まあ寒気は取れる量減ってしまうんですけど、年間通して取れます。でも寒さにすごい弱いので、去年やったかな、なんかすごい枯れてしまった時とかもあります。これあれいいですか。って話はどうそこまで遡るのは今の人に聞いてもわからないのに、ずっとやってきてたっていうことしかわからなくて、私もいろいろ聞き取りとかはするんですけど、それ多分資料とかの方で調べる方が間違えたら早いのかもしれなくて、でももともとはインドアイは後から入ってきて、琉球アイがもともとあったんやなっていうのは、大体そういういろいろな回ってるところではそういうのが多いですね。だから琉球アイが中国からなのか、ちょっと分からない。インド、あと中国の門の人たちが何愛を使ってはるんですか。ああ、はいはいはい。あすごい時間があるね。ああいう意味ですね。
中国民族がなんとなく中国を走って違う場に住み出したからだと思ったから、ちょっと思ったりしてるんですけど、どうなんですか、ラオスに一番最初から住んでたって言われてるのはカム族なんですけど、そのカム族も藍染めを、はい、黒くなるまでやらはるんですね。さっきあの白い布を織ってた人がそうですけど、その人も最後には赤茶をかけて黒にす、あ、黒大統一するんですけど、同じですけど、あのカム族もやるんです、はい、同じことをするので、その人たちがずっといて、最初からもしその人がいてて、その時から藍染めをしてたかっていうのはそこまでわからないですけど、でもその、その人たちは琉球藍を使ってるんですね。それ自体がどこから来たのかっていうのと、あと山で採れる山の藍もあるんです。自然に生えているツル系なんですけど、そういうのとかも考え始めると、どこから藍染めが始まってるのか謎ですね。そう、ラオスもその分断されてるので、外国、まあ、今で言った外国に親戚がいるところなんです、民族なんてめちゃくちゃいるんですね。あのタイル族とか雲南省とつながってます。タイラムもベトナムとつながってますし、ラオ族だってタイ側とすごい濃くつながって、まだまだ行き来もしてますし、でその人が移動することによって、そこで見てきたものを新しくまた違うところに分伝播して広がっていくので、すごい混ざり合っていくので、どこがどの発祥やったかって多分すごい難しいなとは思います。もう文化としては全部が一緒に前進していっているので、ややこしい地区やと思います。日本は逆に特別なんやと思いますけど、島国なので。もちろん企業が入った、企業っていうか、それこそあの NGO の人とか入って影響を与えてるのはすごくたくさんあります。この民族そんなことしてなかったのに急にやらせるとか、こっちでやってることをはいこっちでやってくださいって、全然違う技術を広めたりとかやってるのはそうですね。あと、まあ、科学的な、どんな愛をすごくなんだろうね。
る日本くらいでは10分の1 の, この賃金で地を殺しかけてお土産を作って大量に日本に、そういうシステムがやっぱり東南アジアの貧しい国にいろんな形でね、なっているからちょっと悲しいなという気がする。今すごい重要な形でね、ありがとうございます。でもラオスもタイが文化的にも言語的にもすごい近いので、一番近くで発展しているのがタイなので、タイの業者が来て、それこそあのインディゴ持ちって昆虫地区とかもあるので、これからどんどん広がっていってしまうんじゃないかなっていう恐れはあの抱いてます。今はまだちょっと離れたちゃんと悪でやってるんですけど、まあ、この先ね、どんどんカーブに走っていくのかなっていうのはちょっと、あのはちょっと心配してます。何かありますか、うん、踏まえるあ、焼け畑する前に、ナタで山に切り倒しに入った時のお昼ご飯です、はい、これは休憩中です。あ、そうです、あのバターを栽培する時の一番最初はこれです、はい。山で育てるのが一番で、日本で畑でやってるアホちゃうかって言われました。やっぱ水は嫌うので、雨季に雨降るけどちゃんと乾く山が一番いいと言ってます。山たまに平地でしてるとこもあるけど、やっぱ少ないですね。山がほとんどです。これ昼ご飯で、そこら辺にある記憶に、あ、食べるもんです。ここ山に鍋だけ持っていて、そこら辺から木を拾ってきてかけて、これあの家からついてきた犬です。で、ここはあの蜂の巣、おばあちゃん持ってるのは蜂の巣です。あ、蜂の子を食べます。蜂も食べます。いや、あれ蜂をこう食べるやつ、あのこの巣自体も食べれます。これちょっと保存するために、はい、ちょっとだけ炙ってるんですけど、私は大体何言ってるかちょっと分かります。今のはカナダなので
語やったら、はい。何の内容ですか？看護語で、看護、看護の看護で。結構今日は染色関係の専門の方もいるし、一般の方はね、ラオスってほとんど聞いたことあっても、全然知らない近い方が多いんじゃないかと思うんですけど、なんか何食べてんのとかね、いろんな方の質問をいろいろ聞いてくださったら、講演会ではなくて、各国会で皆さんでということで、ね、気になる方がいいかなと。あ、もち米が主食なんですけど、取ってきたお米を精米するのも自分たちの手で、中国系から来てる少数民族の人たちは普通に日本と同じようにうるち米食べることも多いです。なんか適当に質問していただければ。おこぼれ狙いがたくさん集まってきます。これも女の人の仕事で、男の人は米つきしないです。これ一朝の仕事で、朝はちょっとまだ暗いうちからどん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 っていうのが村中で響いて朝が始まります。こうちっちゃい女の子がついてるんですけど、ちょっと全体とか見えない。これ電気が通るとこの作業すぐなくなります。この村ももうそろそろなくなると思います。で、腰の動きがナタ振る時の動きにと一緒で、すごいパワーが出るやつになります。で、もみと米を分けて、またついてぬかと米を分けて精米していきます。で、そのぬかは豚の餌にして、割れた米とかは鳥の餌にとっておいて、 あと海苔漬け用の海苔とかに使ったりもします。そうですね、やっぱ少ないですね、どんどん減ってきてます。今小学校ぐらいやったら大体のどの村も行けるようになってるんですけど、行ってるか行ってないかはその家族次第です。小学校行ってるより生きていく方が大切だったりもしますし、その卒業したからといって何なんっていう、その先がないっていうのも現実なので、今も長期滞在している村です。はい、私の家は人に居候しているので自分の家はないんですけど、一応ビエンチャンで首都にバイクとか荷物を置いてる長屋の一室は借りてます。はい、あ、もうそれは都会なのでレンガで作ったなんか箱みたいな家に住んでます。ですはい、おるのもずっとおってるわけじゃなくて、なちょっとおってちゃうこと、家のことしやります。はい、もちろん子供背負って子供の世話しながらとか、はい、ほんと生活の中でやります。なんか電線とかです。これお葬式です。ここはご遺体が右に寄ってくる。
青年展の人は中国系の人なので、こう漢字を使わはる。でこの紙も、自分たち竹、若い竹をで紙を作る、竹紙を作ってます。でこのお葬式のやり方とかわーって書いてある教本みたいなのがあって、このシャーマンのこの連天族はお葬式シャーマンの人が進めるんですけど、この、お葬式シャーマンのが進める民族が少ないんですけど、でこのおじいさんがその戒名みたいなのを今書こうとしているところです。でこれはなんか霊の名前みたいな、こう死者の周りに霊界に行くやつなんですけど、ここ戒名みたいなこと書いてる。で先天の人も木綿を織って藍染めする人たちなんですけど、お葬式でもこの 黒に近い藍、男の人用のズボンの白薄い藍をこう巻きつけてます。でこの死者のために送る新しい服をここ、今裏でみんな近所のおばちゃんらが集まって新しいもので縫っているところです。ですごい若い男の人が亡くなったんですけど、この帰る時にこの彼のお父さんにお礼を言いに行こうと思って、お父さんを探してたらアヘンを吸っていたっていう悲しみから逃げるために、はい、アヘンを吸ってました。天に送る儀式みたいなのがあるんですけど、その時に1回だけ帰ってくるんです、その霊が。でその儀式をやるのはそのシャーマンの人なんですけど、1回そのシャーマンの中にその霊が入って、最後の会話をできることができます。でもまあ、実際には入ってなくてっていう、みんなそれは分かっていて、でも心の中、心落ち着ける作業なんやなと思います。その最後に話せへんかったこと、まあ、これから私ら家族大丈夫やからとかってみんな声かけるんですけど、すごい全然普通の人間です。普通に私がシャーマンやったらここで、なんか私は大丈夫か、先生分かった分かった、俺も上から見とくからなみたいな普通の会話を、なんかその人間関係の村中の人間関係を知ってるからこそできるシャーマンなので、本当での人とかはできないと思います。シャーマンはその地筋の人しかできないんですけど、その地筋の中でもやっぱシャーマンも頭がいるので、誰もが気づいていくっていうわけではないです。分家していて消えていく人とかも多いですし、その自分が生まれたそこの家で生まれてるけどもう継がないっていう人も多く、あとはまあ若い人、そんな面倒くさいこと嫌やって言って、はい、今は廃れてきてはいます。だから私の村に向かって、私行った当初 1,2,3,4 隣村合わせて5人ぐらいいてはったんですけど、今一人ぼっちになってしまって、めっちゃ忙しいです。で一応今現金でお金もちょっともらえるようになったんですけど、それまでは白い布、糸、お米、卵、あと締めた鳥とか牛とか水牛とかの肉をもらいます。でそれよりもお金的にいいものもらわはるのが笛吹きの人ですね
え、なんかないかな。え、シャーマンないですね。なんかあのすごいずっと 歌いながらあの儀式するんですけど、歌うのはシャーマンで、それに合わせて笛を吹く役がいて、その笛吹きがあの ずなんですか、口で吐いてるけど吐いて過ぎながらずっと吐き続ける、なんていうんですか、あのなんかありますよね。それずっとずっとやる大変な仕事なんですけど、その笛吹きの方が大変です。笛吹きなんか。その笛吹きはだいたい2人いてて、あの夜中やったりとかするので。あの途中で交代したりします。結構じゃあ行かれてからのここ十数年でもすごい変化期というか、はい、すごいスピードで変わってるなって感じです。めちゃくちゃ早いですね。古いラウンスをする最後のチャンスだったら、あんまりそうです。私行ってる村で電気が通って、うん、え、1年も経ったんうちにその家の息子が、私いつもあの村行くとき何かいるもんあるって言って連絡するんですけど、 iPhone って言いましたから、私も持っていいのに何言ってんねやってそのぐらいのスピードで、はい、なんかあ、これあの米収穫室、これあんまり多分見れないと思うので、これはあのお株の、焼き渡した後に米を栽培するのはあのお株なので、水田もあるんですけど、あの山の人たちはみんなお株なので、はい、ありきとです、はい、をあの手でここはあのほつみでもなく、しごき通ります。あ、これこういうのか、手で、あ、こうです、焼き畑です、はい、こうやって手で取るだけです。で、あれ入れて、あの使ってるのはこのあれ、このカゴでお腹に当てて取っていきます。あの子供も手伝いに行くんですけど、子供の手はまだ柔らかいのであれできあ、すごいいろんな種類が米育てて、あの1種類だけ育ててると、それあのその年々によって気候が違うので育たへんかもしれへんので、いろんな種類保険でかあの育てとくんですね。種類によってもう手で触っても刺さるぐらい痛いのとかいろいろあります。なのであの子供はそれせずに、あの小川から水汲んできて、それを大人に飲んでもらうとか、取れた米を運ぶとかやってます。でその焼き畑のとこを歩いて行ってるんですけど、子供とか裸足ですね。あの村に何人かこう、あ、打ち直しは大体誰でもできるんですけど、打ち出しっていうのが最初に作るのは村のやっぱりお年寄りの何人かがやってるのが多いです。
言語のタイプもいろいろなのがあります。あの民族によって形が違います。あ、これあの消し墨です。はい、消し、あの薪の生活してるので、あの毎日木燃やすんですけど、その中でも、はいはい、そのどの木でもいいんじゃなくて、その燃やした時に、あ、これ硬い液や、あのカリンとかそういう硬い木がを燃やした時だけちゃんと消し炭をいちいち作って、それでこの打つためだけに残して、1年間かけて残して、その焼き旗の切り倒しをする時のために、はい、置いてます。なんかまあ1年を通してその生活のリズムがずっとつながっていて、その先々計算していくんですね。口伝え、そうですね、まあ、家族の中でこういう時期にはこうしとかなあかんとかっていうのはもうやっていきます。でもあの家族あかんたりやなっていう、やっぱりその村なのですごい狭い世界なんです。人間がもろ見えないですね、まあ、日本の田舎もそうかもしれないですけど、なんかあの家あかんのアホばっかりやなって言われるのは恐ろしいんですけど、それはやっぱり農作業とかが下手くそなんですね。その先々読んでようやらへん人やなっていうのをやっぱりそういうところであの批判し合ってます怖いです。はい、かなり尊敬されて、なんか事件が起きた時に行く相談役とか、はい、どうすればいいですかみたいな、仰ぎに行く人みたいなのもいます。すごいちっちゃい国みたいになってます。あのラオス社会主義国なので厳しい国かといえばそうじゃなくて、全然あの共産党に関係なく村では暮らしが回ってます。とりあえずのところでも、まあ政府に言われたら言うこと聞かなあかんっていうのは基本あるんですけど、はい、あと何かいいんでしょうか。大丈夫、ちょっと長くなってしまいましたけど、そう、はい、お騒がせしました。はい、はい、じゃあ前川さんのお話はとりあえずこれで一旦おしまいで大丈夫ですか。はい、はいはい、で、しばらくこの状態のままそこに座ってていただくので、皆さんはなんかあのラオスの布の仕事とかをちょっと見ながらまたお近くでお話とかをしていただければと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。まとまりのない話で自分でした。ありがとうございました。